はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血液がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、以前にも作ったことがあるハンバーグを作ります。最近ね、そのね、流動食も食べてるんですけどね、できるだけね、普通の食事もね、食べるようにしてるんです。やっぱりなんかね、噛みたいなって思ってきたんですよ。でも噛んだら痛いんですよ。でも噛みたいなって、でも噛んだら歯に詰まるんですよ。でも噛みたいなってね、なんか言うねんって感じなんですけども、あのハンバーグのようなね、そのね、なんかこのステーキとかやったら硬いじゃないですか、絶対にね。もう肉、肉し肉の塊でしょ。でもハンバーグってミンチをすりつぶしていろいろね混ぜてやってるんで、そこまで硬くないんで、でもまあ粒子が細かい、粒子が細かいですから、ハンバーグのミンチだからね、細かいんですけど、歯に詰まるんですけどもね、それをこう、まあ、歯磨きすればいいだけなんですけども、でもしっかり噛みたいなと思って食べるようにしてるんですね。前回はね、ハンバーグの玉ねぎが大きかったせいか、もうボロッボロなってたし、パン粉も入れてへんかったし、でカッチカチね固まってしまったんで、ちょっとね、いろいろ奥さんにね聞いてね、ちゃんとできるようになったんでね、今回はその家族のためにね、ハンバーグを作ります。まあ、僕もね、先ほどもね、食べたい言うたけど、まあ今日も食べるかどうかわかんないですけども、でもね、この前餃子をしたんです。で、餃子のね、中身あんこが残ってるんで、それをちょっとアレンジしてみてもいいかなって思うんで、普通のハンバーグと餃子の肉アレン、餃子の、あんこをアレンジしたハンバーグを作って、僕はこの餃子の方を食べてみます。こっちはちょっとね、置いとかなあかんしね。いや、どうしようかな。食べ比べてみましょうかね。食べ比べてみます。なので、まあ今日はね、ハンバーグと餃子ハンバーグを食べ比べということで、まあちっちゃいサイズですけどね、作ってやっていきます。では、移動します。はい、ということでね、今からね、ハンバーグ作りをしていきます。今日はね、ひき肉、これね、ひき肉です。あと、これがさっき言った餃子の種ですね。あんこっていうかな、種ですかね、わからないですけど、これにもちゃんとパン粉マークしますんで、でこれとこれを食べます。でひき肉の中に入れるのは玉ねぎと、ね、小松菜が余ってるんで、小松菜のこの茎の部分だけね入れますね。なんで茎の部分だけかって言いますとですね、この緑のところを入れるとね、これ緑色になるでしょう。そしたら子供食べないんですよ。ほんでね、茎の部分を細かく分からんようにして入れると、まあ、玉ねぎと同一化するんちゃうかなっていう感覚になるんで、で、あのこっそり忍ばせて子供に知らんうちに食べさせようっていう作戦です。あとね、えのきだけも余ってるんで、えのきだけこれね入れていきます。なんかめっちゃ落ちたけど、入れていきますんで。でね、時間短縮のためにね、このブレンダーのフードプロセッサーを使いますね。めっちゃ楽なんでね、みじん切りなんか一緒にできるんでね、でもちょっとね、粗切り寄せなねできないんで、一応細かく切ります。よし、いけ。おー、あー、一瞬でできた。あー、ちょっとやりすぎたな、怒られそう。しゃばしゃばやないのが言われそうです。ちょっとペースト状になりすぎた感じ、やばいな。まあ、いっか。よう見てしないとダメですね。よし、今度は成功しました。えのきとね、小松菜はね、包丁で切らんと多分ここではね、細かくできないんでね、葉っぱの部分は残しておいて、葉っぱの部分は僕が、スムージーで食べます。とね、お味噌汁に入れたりしますね。僕は食べれませんけど。小松菜を細かくしていきます。さあ、出来上がりました。こんだけ細かく切ったらね、いけるでしょう。
さあ次はえのきだけ。えのきも一応えのきは白いからな。えのきのみじん切りなんか初めてするけど、いいんかな。次男は喜ぶだろうけど、まあね、バレへんかったら何でも食べよるからね。さあえのきだけがこんな姿になりました。これも入れます。はい、入ったよ。ここに、パン粉とクゼフクのお出汁を入れます。毎日だし。これを開けて、開けてというのはここをね、開けます。ギリギリって破って、この中のね、粉を入れます。一袋入れました。でパン粉を入れます。よし。で、餃子の方にも入れます。入れました。でね、我が家ではね、ここでね、卵を入れるんじゃなくてマヨネーズ入れるんですよ。マヨネーズなんか知らんけどね、奥さんが卵だったらあかん、マヨネーズ入れて、でなんかマヨネーズ入れたら、卵もマヨネーズの中に入ってるし、つなぎの代わりになるし、まあね、肉がね、こう混ぜたらね、つながるからね、つなぎなんかいらんと思うんですけどね。まあでも焼くときにね、しっかり中まで火が通りやすいと油なんでね、っていう理由だそうです。ね、ちゃんと言うこと聞いてね、入れときます。怒られるんで。入れまーす。こんなもんかな。で、餃子の方にも入れます。じゃあ。で、あとはひたすら混ぜるだけと。こんな感じで混ぜていきます。で、次は、このオイルで、こっちね。混ぜていきますよ。混ぜていきます。冷たいです。こんな感じですね、両方ね。そしたら次はね、ちっちゃいタイプのハンバーグをね、作っていきますよ。1センチぐらいの厚さになればいいから、あんまパンパンせんでもええらしいんですよね。肉と肉をつなげるために空気を抜くって言ってるんですけど、もう混ざった時点でつながってるんで、空気抜かんでええらしいんですよね。一回それでやってみたいなと思ってます。ちっちゃく出来上がりました。ミニハンバーグ、かわいいですね。こんな感じで、こっちがね、餃子の種で、こっちがハンバーグの種でございます。これを焼いていきますんでね。よし、フライパンに置きます。フライパンに置きます。中火で7分、このまま置いておきます。で7分経ったら、ひっくり返して蓋して、まだ時間を置きます。この間にハンバーグを、ね、今晩のハンバーグをね、丸めていきます。ハンバーグも、丸め終わりました。よし、ひっくり返して、はい、あー、焦げた、やりすぎた。まあ、いいでしょう。次は3分前も焦げたよな、確かな、やりすぎたな。まあいいでしょう、自分が食べるしね。3分間蒸らします。ハンバーグが18個できました。こちらの餃子も4つ、ね、できてますよ。さあこれをね、ラップして冷蔵庫に入れておきます。よし、あでも全然いい感じやん。ハンバーグはね、焦げたでしょこっちはね、いい感じなんですよ。一応ね、割ってもしっかり中まで火が通っておりますけども、こっちが柔らかいねんな。こんなもん、あ、こんなもんか。出来上がり。さあこれをお皿に盛り付けて、ああできました。小松菜の葉の上に乗せた餃子ハンバーグと普通のハンバーグでございます。いただきます。あ、いすいす、よいしょ、よいしょ。はい、どっか、どっちから食べようかな。まず餃子ハンバーグからいただきます。匂いはね、餃子です。いただきます。
あく、うん、これ普通にうまいっすよ。全然あら、めっちゃうまいっすやん、これ。餃子の中身を焼いて食べたやつですね。パン粉つけてマヨネーズ入れて食べた感じですよ。うん、めっちゃ美味しい。あー最高やな。次は、ハンバーグの方をね食べますね。普通のね、小松菜とえのきだけが入ってるハンバーグですね。いただきます。うん、普通にハンバーグの味します。美味しいです。いや上出来やと思います、今回は。うん、前回のねハンバーグはね、もうほんまに玉ねぎもね大きかったし、パン粉も入れること知らんかったし、でも卵を入れることしてたんで、カッチカチのね、なんも分かれへん、ただ肉と玉ねぎ混ぜて焼いただけやんけっていうような感じのやつになったんですけども、今回はちゃんとね奥さんに事前にも聞いて、なんかやったことあるやつをおさらいとしてね作ったんで、で餃子の種をねアレンジしてやったんで、次以上ねこのちゃんとね小松菜も食べますね。うん、野菜ですね。小松菜自体って普通になんか他の葉野菜と似てる味しますね。でもピーマンほど苦手ないですけどね。うん、うまい。でもね、でもなんか香りすごいな。後味小松菜って美味しいな。これ新たな発見かもしれないですね。え、めっちゃうまい。どうしよう、小松菜美味しい。ウサギかな思うぐらい俺美味しいわ。どうしよう、小松菜だけでも、小松菜だけでもええんちゃうかな。もう一枚食べますね。あ、野菜はね、僕ね、病気してますけども、流水でしっかり流したやつをね、綺麗なやつ食べたらね、いけるんですよ。生もの食べられへんって言ってるけど、野菜は流水でしっかり流して綺麗な状態だったら食べれますんで、まあね、茹でたりとかね、焼いたりとかした方が一番いいんですけども。うん、あ、うまいな。うん、これはうまい、これはうまいけど、うん、これうまいな。なんかハンバーグ作ったあの結果よりも、小松菜がうまいっていう方な結果の方が今ちょっと勝ってますわ。なんで気づかんかったんや今。てかこう今日の動画の意味ないやん、そうしたらって感じですけどね。まあまあそんな感じで、まあ、ハンバーグもね大成功ということでした。で新たな発見ができてよかったですよ。小松菜は美味しいです。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。